武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年滋賀大学の文系数学の勉強方法について話していきたいと思います。滋賀大学の文系数学、試験時間は90分間で、配点は200点満点の試験になります。問題のパターンが2パターンあって、学部ごとに問題のパターンが変わっています。データサイエンス学部の問題と教育学部経済学部の問題、2パターンあるので、それぞれ傾向が違ってきますので、パターンごとに話していきたいと思います。まずデータサイエンス学部の問題から見ていきましょう。データサイエンス学部の問題は全部で4題あるんですけども、大問1、大問2が筆頭問題で、大問3が A、B から1題選択、大問4が C、D から1題選択というふうに選択式の問題になっています。で、大問3、大問4に関しては片方の問題が、他の国公立大学でもよく出題されるような典型パターンの問題で、もう片方の方が他の大学ではまず出ないだろうなという変則的な問題となっています。2017年の入試問題を見ていくと、大問3は片方が整数でよくある問題なんですけど、もう片方がデータと分析の範囲からの問題となっていました。データと分析の分野に関してはセンター試験ではよく出題されるんですけども、国公立の二次試験で出題されることはまずない問題なので、かなりその斬新といいますか、さすがそのデータサイエンス学部だなというような問題となっていました。で、大問4に関しては文系数学にもかかわらず数三の範囲の微分積分の問題が出題されていました。数三の微分積分の中では基礎の分野ではあるんですけども、まずその文系数学で数三が出ることはまずないので、そういう意味では斬新な出題となっていました。でもちろんその斬新な問題の方ができる人からすると難易度が優しくて、典型パターンのよくある数学 1A2B の問題の方が若干難易度が高めに設定されているなという印象です。まあ、そういったデータサイエンス学部はその選択問題をどこまでケアするかということによって対策の方法が変わってくる形式となってました。典型問題に関しては基礎問題成功 1A2B で、あとセンター対策、あと国公立標準問題集キャンパスの数学 1A2B をしっかりやっていってもらえると十分高得点が狙える試験となってます。で、選択問題 の変則パターンの問題の方が得意だという方はそちらの問題をぜひ取り組んでもらえたらいいんじゃないでしょうか。データサイエンス学部に関してはこのような形式です。で、教育学部経済学部に関しては大問4題出題されていて、そちらの問題を解くというような形式です。で、国公立大学の中でも標準レベルの問題が出題されていて、問題文の読み取り、問題文の理解が非常に重要な、試験となっています。典型パターンの問題をややひねった形で出題されており、その設問の意図を組んで、その問題文を正確に読み取った上で回答の方針を立てるっていうところが非常に重要な問題が多いです。例えば2017年の大問1であれば、少なくとも1つの解が自然数となるような A の値を求めなさいというような、明らかにその設問からその回答の1行目までを試すような問題文になっていますので、そういったところを意識して問題を解いていくようにしましょう。対策方法としては、基礎問題成功 1A2B を取り組んだ後に国公立標準問題集キャンパスの数学 1A2B に取り組んでください。で、キャンパスの数学 1A2B を解くときに問題文に注意してこういうふうに解いていこうという回答の、ね、方針を出すところが、滋賀大学の文系数学を解く場合はそこを意識して、問題文から回答の1行目をしっかり導けるように訓練をしていってください。で、最後は過去問演習の中で滋賀大学の、数学の傾向に合わせて対策を行っていきましょう。今回は以上です。